本の虫カール・シュピッツベイクが1850年。ビブリオフィリアは本に対する愛のこと。日本では慣用的にビブロフィリアとも表記される。本に対する愛を発露する人のことはビブリオファイルという。愛書家、書物数廃教などと呼ばれたりもする。読書家は本の内容あるいは本を読むという行為が好きなものである。一方、愛書家は 書籍という物体を愛するものである。と定義的に言及されることもある。書籍を愛好する性癖及び書籍を収集する習慣はビブリオフィリズムと呼ばれる。古典的な愛書家は書籍を読み、それを称賛し、収集することが好きである。そしてしばしば、大量かつ特殊化されたコレクションを所有する。愛書家が、 必ずしも愛する書籍を所有したいと望んでいるわけではなく、図書館の古い蔵書をめでるという選択肢もある。しかし、通常、愛書家は熱心な蔵書家でもある。より古く希少な本や珍しい本、初版本、特殊な想定の本、作家の自筆原稿などにより高い価値を見出し、コレクションに大金をつぎ込むこともある。愛書家は、 ビブリオマニアと混同されてはいけない。ビブリオマニアは、脅迫神経症の一種で、社会生活もしくは、当人の健康に悪影響を及ぼすもので、書物に対する姿勢が、集め、めでる対象というよりも、収集する対象であるとする違いがある。このビブリオマニアという語は、ビブリオフィリーという語に置き換えられていることもある。だが、米国議会図書館では、 ビブリオフィリーという語を使用しておらず、むしろ、読み手側に、書籍の収集趣味と、両書籍のどちらに、解釈するのかを任せている。ニューヨーク公立図書館でも同様である。アーサー・エイチ・ミンターズは、書籍の個人的な収集は、キケロやアティクスを含む多くのローマ人が吹けった、道楽である。と述べている。また、ウィリアム・グラッドストン英国首相が、 愛書家であったこともよく知られている。この語は1824年に英語の語彙に加えられた。1583年には書籍そのものを愛するものを意味する語として、執筆、出版、販売に従事するものの総称として、より一般的な用語であるブックマンの概念から区別された。ありがとうございます。